新球場の金600億ってどうやって払ったんや？日ハムってそんな儲かっとったんか。親会社が払った。食肉業界シェア世界4位とかじゃなかったっけ？コロナで帰って儲かったなんて噂も聞いたが真偽は不明。札幌市もこんな認識なんやろな。ただのお肉屋さんと思って舐めてかかっていたんやろな。札幌市の予算と同じ規模の売り上げがある程度ですよ。親会社のデカさで言ったらソフバンやオリックスはさすがに別として球界でも上位やしな。日ハムのソーセージ食いながら北海道のビール飲めればええ。それだけで価値あるで。北海道らしさを出さないと。本社のブランディングにもなるしな。まずい飯はあかんて。どっちみちもハム本社は500億使ったわけで本気やろな。本気やなかったらのらりくらり、ドームで年25億払って済ましとったはず。中心コンテンツがボロボロなんですがそこ金使わなくていいんすかね。ファンが球場に来てくれれば中心コンテンツも充実するぞクラファンみたいなもんや。さあ、本当に親会社の日ハム、最強のお金の出し手だったわけですが、札幌ドーム時代と比べて、とにかく親会社もファイターズもどちらもご満悦でしたね。2024年は果たしてどのような展開になっていくのでしょうか。対する札幌ドームも心配ですが、ご視聴どうもありがとうございました。